院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をドリルで削らないインプラント法、夜つけるだけで良いスピードホーム矯正法説明会、講師は医学博士の大口博先生。説明会開催中。詳しくはウェブで。今日は虫歯の怖いお話をいたします。歯の感染は敗血症の原因となるんですよ。一般的に歯が痛いと感じた時は虫歯の可能性が高いんです。歯肉、はい、これは歯周病、はい、から口唇、これは口蓋、それから頬、それからベロ、舌で、歯の中の説明をしますね。歯の中というのはこういう虫歯のことですね。あるいはここの、隣接面、歯と歯の間とか、それから歯に近いところの虫歯ですね。いや、こういう場合と、それから治療した後のこの歯の根っこの下ですよね。で、こういうところの感染症は、まあ口の中のどこでも発生する可能性があるんです。歯の中、あるいは下の歯の根っこのところですね、の感染症は歯の腐敗または歯髄が原因でパルプが感染する可能性があるんです。どの部分がパルプですか？このパルプは血管結合組織、そして神経を含む歯の部分ですね。感染が起こると細菌は歯から下の骨または組織に移動して歯の脳葉を形成する可能性があるんです。歯の感染は敗血症の原因となり得るんです。一般の人々による血液中毒と呼ばれていることもありますよね。あるんですね、はい、敗血症は感染や怪我に対する、たまにある体の致命的な、そうなんですよ。たまなんだけど致命的なんですよね。敗血症は数百万人の死や不能の原因になっていて、生存のための早期発見と治療を必要とするんです。はい、このように虫歯から死に至るケースは何件も実は報告されているんです。何件もあるんですね。たくさんあるんですよ。たかが虫歯と思っていてはお間違いですね。そうなんです。少しでも痛みを感じたのであれば、まあこれはすぐにですよ、歯医者さんで治療を受けましょうね。はい、大口先生ありがとうございました。はい、どうでしました。 See you next time. バイバイ。オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様、5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、それからクローブ、甘草の5種類です。はい、以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい、どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。からホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。なお、こちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい、医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい、この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、
合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい、